多くの動物の脳の大脳規定核に位置する神経核である。お上角はもともと自発運動のコントロールに主に関わっていると考えられていたが、現在では脳の学習と記憶システムの重要な部分を占めていると考えられている。お上角の位置を様々な角度から眺めた動画。赤色で示す領域がお上核。お上角は脳の中心付近。 死傷の両側に存在する。脳の二つの大脳半球にはそれぞれお上角が存在する。お上角はそれぞれアルファベットの C のような形をしていて、前方のお上角頭が膨らんでおり、後方のお上角体、お上角尾にかけて細くなっていると呼ばれることもある。お上角頭とお上角体は、側脳室全角の底面の一部を形成している。 お上角頭の後部方向へと、お上角体をわずかに移動すると、お上角尾が、下方から前方に向かってカーブしていて、側の質か角かの上つらを形成している。つまり、脳を感情断すると、お上角尾と、お上角体の両方が現れる。お上角は解剖学的に他の多くの脳構造と、関係している。お上角は、最内方前足によって、レンズ角と分けられている。 また、お上角と比較で線状体を形成している。お上角の活動は、ドーパミンニューロンの神経支配を受けていて、これらのニューロンは主に腹側皮蓋や骨質チミツブから始まっている。また、お上角は、様々な関連する皮質からの入力を受けている。歴史的に、大脳基底核は、全体で、工事運動の調節に関与しているとされてきた。より最近では、 お上角が学習と記憶、特にフィードバック処理に強く関わっていることが証明されている。一般的にお上角では起きる神経活動は被験者がフィードバックを受け取っている時に発生していることが示されている。左お上角は特に単語の理解と長語、複数の言語間でスイッチするときにこれらを支配している思想と関係していることが示唆されている。 脳は興奮性シナプスによって相互接続した非常に多くの神経細胞の集合を含んでいる。したがって、これらはポジティブフィードバックを構成要素に持つ大きなネットワークを形成している。このようなシステムが活動の爆発を防ぐメカニズムを持たずに動作していると考えるのは難しい。お上角が大脳皮質全体の活動を計測し、 四位置となる電位を制御しているという間接的な証拠が存在する。最近、科学者は人が恋に落ちるときのお上角の機能を発見した。大学生の被験者グループが自身の最愛の人の写真を提示された際、お上角と腹側皮蓋屋の両方の活動が増加した。この不無理実験は人が恋に落ちるとき複皮蓋屋がお上角を ドーパミンで溢れさせていることを示唆している。脅迫性障害の人において、お上核の機能障害が起きているという理論がある。それにより、支障と眼下前頭皮質の間での心配している出来事や、考えに関する情報の伝達を、適切に制御できなくなっているのかもしれない。ポジトロン断奏法を用いた、脳機能イメージング研究により、 患者がバロキセチンを投与された時に、右のお上角におけるグルコース代謝が大きく変化することが示されている。ありがとうございます。